まず足元から丁寧にやっていこう。めっちゃ荒れてるね。おっしゃー、またベラやん、でかいし。でかい。おし。おし。よく釣れるね。楽しみのはよく釣れるわ。よし、あ、なんか追ってきてたぞ今。なんか来てたな。来た、来たよ。おっしゃー、でっけえゴンベか。でかいゴンベ。でかいね。美味しそうだけど逃がそうかな。よいしょ。よし。じゃあこの辺大きなスリットがあるんで流してみようと思います。惜しくた、あ、バレた。今キュッてきたよ。水面まで上がってきたね。なんか口だけ見えたな。なんだかわかんないけど、またゴンベとかミーバイとかそんな感じかな。水面までね、口が見えてました。よし、もう一回。お、おーおー、来た、来たよ。おっしゃ、結構引くよ。やばいやばい、結構引く。おっしゃおっしゃおっしゃ、またベラ。お、来た。何か食ってきたよ。エッジの向こう側だからね、期待しちゃうね。何だったんだろう。おし、食った、食ったよ。食った食った。お、ゴンベだ。ゴンベ。フラッシングが効くね。あの後ね、実は GoPro の電池を変えようと思って下向いて作業してたんだけど、普通に転びました。なんか転びそうだなと思って、波高いから
ウェーダー履いてなかったら、多分そんなに煽られなかったけど、っていうぐらいの波だったんですけどね。はい、というわけでね、風邪ひかないように今日はちょっと温まって、そのまま帰ろうと思います。それでは、今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。